沼津市の千本浜海岸で生まれて間もない女児の遺体が焼かれた状態で見つかった事件で、警察は女児を放置した結果死んでも構わないという未必の故意があったと判断し、両親に殺人容疑を適用したことが分かりました。殺人の疑いで今朝送検されたのは遺体で見つかった女児の両親で、住所不定無職の浅沼かんな容疑者24歳と高見直樹容疑者20歳です。警察によりますと、2人は沼津市内で先月25日から27日の間に女児を何らかの方法で殺害した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、女児に外傷はなく、警察は生まれて間もない女児を病院などに連れて行かず放置した結果死んでも構わないという未必の故意があったと判断し、2人に殺人容疑を適用したとみられます。警察は2人が殺害について容疑を認めているかどうかを明らかにしていません。